調理場にちょうど黒合いのものがあったので、つい。貴様盗んだのか。なぜだ、なぜ今芋を食べ出した。冷めてしまっては元も子もないので、今食べるべきだと判断しました。いや、わからないな。なぜ貴様は芋を食べた。それは何故人は芋を食べるのかという話でしょうか。半分どうぞ。半分。おい、あの芋女まだ走らされてるぞ。すごいな、5時間ぶっ通しか。でも死ぬ寸前まで走れと言われた時より、飯抜きだと言われた瞬間の方が悲壮な顔したよな。ダウパー村って確か山奥にある少人数の狩猟民の村だよな。あれは脱落者よ。開拓地への移動を願ったの。そんな、まだ初日なのに。仕方ないさ、力のないものは去るしかない。